こんばんは。ネットニュースキャスターみやこです。この番組では最近話題の配信者ニュースをお届けします。速報です。コウスケちゃんとマスターを目指す。ゲーム実況者コウスケがちゃんとマスターを目指すというタイトルで Apex の配信を始めました。しかしちゃんとというのはどういうことなのでしょうか。逆に今まではちゃんとしてなかったということなんでしょうか。さまざまな憶測が話題になりそうかもしれません。続いてのニュースです。オープンレック人気配信者と癒着疑惑。とある人気配信者がオープンレックで配信中誤って下半身を露出してしまうという事件が起こりました。しかし何日経ってもオープンレック側からの対処がなく、現在アーカイブはもちろんクリップでもそれがしっかりと確認できる状況です。彼はこれで名実ともに下半身の表裏どちらもお届けしておりますが、これまで一度もバンになったことはありません。逆にどんなことをしたらバンになるのか、今後の展開に注目が集まっています。続いてのニュースです。幸せ絶頂の打足、またもや入居審査に落ちる。先日結婚発表した打足、配信者として活躍する一方、実生活ではそれが足かせとなっているようです。個人的にはあの運所属でも落ちるんだなという感想です。いかがだったでしょうか。皆さんのお気に入りのニュースも募集します。さようなら。